ヒリヒリ感とかも全くないですね。そうですね、3ヶ月ぐらい使い続けてるとやっぱ皆さんピンと張りが出てくるので、人気の、はい、美容液クリームです。小顔のスペシャリスト、カズ先生です。友果社長です。松本美子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこういうの両化粧品のものをご使用していただくということで、悩みとしては何かあります？たるみですかね、うん、調子がいい時は朝起きてもまだパキッとしてるんですけど、うん、調子が悪い時もドロッドロですね。そんなに変わらない。もうこういう感じで、ね、まあ、アルミでここの保冷線が出たりとか、目尻が下がってくる眼瞼下垂とか、うん、この辺にシミがだいぶ出てるから、うん、コンシーラーで隠しているのもまあお悩みでありますかね。艶がすごくあるんですけれども化粧の力いや本当にお悩みなんですけど、カバンとかシミってやっぱり炎症の増殖もあるので、炎症を抑えるような化粧水があるので使ったりとか、炎症を抑えるんですか？抑えてシミを抑制するっていうコンセプトのものがあるので、あとは目元お悩みってことでハリウピンクに使いますような美容液もあるので、組み合わせてお悩みを網羅できたらいいなと思います。どのぐらいで何となく、あ、違ってきたなっていうのは分かるものなんですか？じゃあ、肌診断で、とにかく毎月来てもらって、分析して、アプローチする、比較的満足度は高くていうことかなと思います。今日肌診断もやっていただいて、はい、松本美子さんにご使用していただいて、うん、またちょっと出演していただきます。ありがとうございます。やった、ありがとうございます。まあ、でもどんな風になるのか楽しみにしたいと思います。はい、はい。お悩みのところを伺ってもよろしいですか？この辺とか、まあ、この辺のシミとか、たるみですよね、首もそうなんですけど、一番気になってる箇所とかありますか？これがね、ちょっと濃くなってきたかなと。ありがとうございます。実際にこのお悩みのところがどういう状況かっていうのを、はい、こう肌診断で見ていこうと思うんですけど、はい、将来出てくる隠れジミだったりとか、肌の炎症だったりとか、赤みがどこの位置に発生してるかとか、詳しく分かるような肌診断器になります。毛穴のですね、皮脂腺のところも見えますし、今から出てくるかもしれないっていうシミですよね。そうなんですよ、目では見えなくて、お肌の奥に存在しているシミなので、要注意のおシミもしっかり映るっていう。こちらに置いていただいていいですか？それからカバーかかります。そこを見せる。おお、デスマスク調ですね。この辺がシミというか。そうですか、はい。実際に肉眼モードから確認してまいります。お肌自体すごく毛目が整ってらっしゃいますし、すごく張りがあって綺麗なんですが、おシミの元となるメラニンの塊っていうのはちょっとムラとなってあるところがあります。あとはぼやんとした目の下のカッパと言われるシミですよね。あと気になってらっしゃったこちらの頬のところですね、境目がくっきりしてるので、紫外線によるおシミになるかと思います。ぼやんとしたおシミについては、デーサー機器だとですね、刺激になってしまってより悪化したりするリスクもありますので、内服薬とあと外用になってくるかなと思います。濃いおシミに関してはスポットっていう波長の長いレーザーを当てていくのがいいかなとは思うんですが、比較的浅い層に存在しているシミが多いかなと思うので、美容化粧品っていうところになるんですが、濃度をしっかり調整して行っていけばすごく綺麗になってくるかなとは思います。その化粧品でシミをどういう状態にしていくんですか？はいはい、表皮って呼ばれる層にメラニン蓄積があるんですけれども、ビタミン A って呼ばれるエチノールとかいうものなんですけど、ターンオーバーをより、はい、促進させるような成分を使っていて、そちらとハイルロキノンっていう強力な美白剤を用いて、ダブルの効果でシミを薄くしていくっていうようなものになります。こうした隠れたシミとかもターンオーバーで、そうですね、表に表に出していく。一時期ちょっと濃くなったりするんですか？そうなんです、一時期ちょっと濃くなる時期もありますし、濃度が高ければ皮むけ、あと赤みとかっていう副作用も伴ってくるものになるんですが、ミミクさんやっぱりテレビに出られてるので、あまりハードなものを選ばず、期間を長くかけて綺麗にしていくっていうプランをご提案させていただこうかなと思っております。友果先生お願いします。この隠れたシミたちを出してください。出してください、お聞かせください、はいはい。あとはお肌がもともとダメージを受けやすい、敏感肌と呼ばれる方もいらっしゃるので、そういうのを見ていくんです。ゆみこさんの場合すごく健康なお肌をされてます。ここまで炎症もないので、外用の化粧品だったり施術もすごく選択肢の幅が広がるかなと思いますね。ゆみこさん今内服とかは飲まれてますか？ビタミン C とトラネキサム酸は飲んでます。ビタミン C、トラネキサム酸、お肌
にも合ってらっしゃると思うので、うん、引き続き飲んでいただきながら内服をしながら外用ですね、うん、一緒にセットでするとものすごく相乗効果が高いので、うん、ぜひその外用のところはお手伝いさせてください、うん、その化粧品の中にトレンスカイさんが入ってるんですか、はい、そうなんです、ローションに配合されてまして、うん、高配合なのでかなり短期間でも綺麗になる、うん、すごく患者様にも人気のローションです、あとはビタミン C もですね外用と内服で入れることもできますし、さまざまな組み合わせでカスタマイズしていくっていうようなものになりますね、まずですねこちらです、TA ピュアスキンローション、こちら先ほどお話ししたトラネキサム酸が入っているローションで、使用感がすごくトロッとしています。ちょっと見させていいですか、はいはい、このぐらいの2プッシュですね、はい、はい、で混ぜていただいて、はい、お顔に、はい、うん、すごいですね、ピタッと張り付く感じで、このぐらいこうたっぷり、はい、つけていただいて、すごいしっとりします。つけ方がやっぱりお上手です。もう智子先生にラジオで聞いてる押し込むように押し込むようにすごいしっとりしました。しっとりします、はい、しっかりこちらの化粧水でお肌を整えていただいて、うん、次にですね、はい、使用するのが強力な美白剤と言われるハイドロ機能が 4% 入ってるんですけれども、 HQ スノースキンセラムというものです。昔さんがものすごく人気のアイテムです。こちらは2プッシュですね、まぶたの上は下げる、そうなんですよ、下も、はい、下もちょっとギリギリは下げていただいて、はい、おでこも、はい、おでこもお願いします。はい、ちょっとこう粘り気のある感じで、そうなんです、はい、すごく吸い付くような、はいはい、ねっとりした感じが、そうですね、してきました、はい、はい、こちらサボン使っていただいて、はい、この2つが先ほどからお話しさせてもらっているレチノールになります。こちらがですね高濃度のレチノールです。そしてマイルドなレチノールということで、うん、レチノールを使い分けていこうかなと思ってます、うん、そしてこの2種類の使い分けなんですけれども、高濃度の方はですね紫外線による影響が来るので夜だけ、はい、使っていただこうと思います、はい、でこちらのマイルドの方を朝晩と使っていただこうと思います、うん、朝晩ということは、はい、朝はこの3つですね、はい、はい、そしてで夜は4つを入れて、はい、はい、じゃまずちょっと朝晩使うこの、はい、リックスレチノパフェを、はい、つけていただこうと思います、はい、美味しそうな名前が、あ、そうなんですよ、はい、名前の通りパフェという名前で、お肌に必要なものをこうふんだんにパフェのように入れているっていうもので、うん、魔法のクリームみたいな感じですかね、皆さん使っていただきたいのです。ブルーボトックスって呼ばれるロジレリンっていう成分があるんですが、それをさらに6倍の効果があるのでやっていただきます。目元にもちょっと取って使ってもらって大丈夫です。このぐらいたっぷりつけたつけていいですか、はい、ありがとうございます。つけて、はい、残りはもう全体に全体に大丈夫です。はい、顔がパフェ食べてると思ってつけてもすいません先生、美味しいでしょ、美味しいでしょ、このパフェ手元なんかと小じわにもすごく効果があるので、うん、もうアイクリームのように使っていただいて、はい、ありがとうございます。すごい、ツヤツヤに、でもすでにツヤツヤですか、はい、ツヤツヤです。いつも使ってるものよりはもうしっかりなんかお肌に栄養を与えたっていう感じがしますね。そうですね、はい、テクスチャーもしっとりして、うん、ツヤを出すような商品になってますね、そしてで夜ですね、夜はこちらを使っていただきたいんですが、はい、こちらはまた高濃度のレチノールになりまして、うん、アクティブではあるんですが若干すら皮むけする方もいらっしゃるんですが、お風呂上がりちょっとふやけた時にポロポロっと取れるかなぐらいで、こんなにこう激しいダウンタイムはないです、うん、これはなんか夜、はい、お風呂から上がってこの4つをつけるみたいな感じ で、はい、そうですね、こちらを最後につけていただくという形ですね、はい、わかりました、はい、こちらもですねかなりレチノールが高配合になってますので、ハリ弾力とはシミを排出するダブルの効果があります。ツープッシュですね。付け方はですね、さっきと同じような形で大丈夫で、はい、うん、か、そうですね。ヒリコをつけていただく。ヒリヒリ感とかも全くないですね。そうですね。使用期限目安ですね。大体もう3ヶ月ぐらいで皆様効果を発揮しやすいです。3ヶ月ぐらい使い続けてると、皆さんポッと張りが出てくるので、はい、美容液クリームです。ぜひ使ってみていただきたいので、はい、わかりました。使ってみたいと思います。はい、ありがとうございます。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。インスタグラムやツイッター、X、そして TikTok もやってらっしゃいますから、ぜひお願いします。無料カウンセリングも行っておりますので、お気軽にご覧ください。概要欄にホームページのリンクもありますので、ぜひご覧ください。次の動画もお楽しみに。また見さいでー。